ビクトル・ニルソン・リンデロフは、スウェーデン・ベステロース出身のサッカー選手。マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。スウェーデン代表。2007年に、ベステロース SK へ入団し、2009年10月、15歳の時に、ファーストチームデビューを果たす。2011シーズンには、スウェーデン・イーブで、レギュラーとして活躍し、年間最優秀選手に選ばれた。同年には、 ストークシティのトライアルに参加したが、正式なオファーが来ることはなかった。2011年12月、ポルトガルの SL ベンフィカに移籍することが発表された。2012-13シーズンはユースチームでプレーする。2016年12月24日、UEFA が選ぶ2016年のチャンピオンズリーグでブレイクした選手ベストイレブンに選出された。2017年6月10日、 マンチェスター・ユナイテッド FC へ移籍することが発表された。移籍金は推定3500万ユーロ。2017年7月1日から4年間プラス1年延長のオプション付きでベンフィカから正式に移籍した。ジョゼモーリーニョの信頼を得て、エリック・バイリーとコンビを組むが、ミスも多くギャリー・ネビルら OB の批判を受けた。2018から19シーズンの途中で監督が折れ、 グンナースールシャールに交代するがポジションを譲ることなく、チームはリーグを6位で終えた。2019年9月、契約を2024年まで延長した。スウェーデン代表でのリンデロフ2015年6月に開催された UEFAU-21 欧州選手権2015のメンバーに選出され、初優勝を飾った。個人でも大会ベストイレブンに選出された。 2016年3月24日、トルコ戦でスウェーデン代表デビューを飾った。同年 UEFA ユーロ2016のメンバーに選出された。リオデジャネイロオリンピックの代表候補メンバーにも選出されたが SL ベンフィカに派遣を拒否されたため本大会のメンバーからは外れた。2018年 2018FIFA ワールドカップに臨むスウェーデン代表のメンバーに選出される。 4試合に出場し、チームのベスト8進出に貢献した。同年11月2018年度のスウェーデン年間最優秀選手賞を受賞。ありがとうございます。